バトルフィールドハードラインは日本で2015年3月19日にエレクトロニックアーツから発売されたバトルフィールドシリーズの FPS である。国家間の戦争を題材としてきたこれまでのバトルフィールドシリーズとは異なり、本作では警察と犯罪者の戦いを主題としている。そのため敵の抹殺よりも逮捕に重きが置かれ、銃撃戦は 最終手段として用いられることになり、場合によっては隠れっぱなしのまま操作を進めることも可能である。シングルプレイのキャンペーンモードはアメリカの犯罪テレビドラマを意識した内容になっている。例えば、エピソードは全重症で構成されており、一つのエピソードを終えると次回予告が始まる演出が取られている。プレイヤーが操作する主人公ニックは、 パートナーとなるキャラクターと共に行動する。シングルプレイのみの機能として、警察バッジを見せて、相手をひるませる、敵のマーキングや証拠などの分析として、スキャナーを使う、薬莢をわざと落として、相手の気を引く、といったものがある。警察犯罪者本作では機種により異なるが、最大64人まで遊べる。プレイの進展に合わせて、マップが変化する、レボリューションが、 BF4 に引き続いて搭載されている。ライターのつくも回転は 4gamer.net に寄せたレビューで、シングルプレイのキャンペーンモードを充実させるために、警察と犯罪者の戦いを主題としたのではないかと、する一方、後半のストーリーが、駆け足気味だったと述べている。ありがとうございます。